ファンなんですよ。あの人たちで検索してると、はい、しまいになんか一家庭のとこに行くんですけども、でもその今でもメンバーさんが変わってるの。その頃の音楽やったからやってはる人たちですよね、きっとね。メンバーは昼間までして今は違う、あの一家庭の人たち。いや、すごいです。今、でも最近のメンバーは最高。完全忘れたわ。いや、
だかっていう今ではまだ俺もともと学生の頃って2杯でこんだけ買えそういきますこれは全然いいちょっと好きやからどうしたかなこれはほら
さんなんやけど夢がいっぱい、ダイナマイツという昔のグループサウンズの名曲トンネル天国曲ね、知らんでしょ、知らんでしょ、曲ですわ、私も知らんのですけど曲ねは私たちのオリジナル曲でございます、ね、You Want Nonsense という曲でございました。ね、次はみんなの心にも天使と悪魔が潜んでいるという曲でございます。よろしいですか、行ってみますか、天使と悪魔。
曲がございましたが、次はちょっとこの中でたくさん知ってる人もいると思います。八野武蔵はそう、この曲を、はい、ちょっとねやってみようと思います。すごくね、あの変わった曲なんですけれども、ちょっとねうちもやってみたいと。セルスターですよ。さすがみんな知ってますね。中でなんだ。ちょっとね難しかったんですよね。結構凝った構成だったんで、私頭が洋白ずつの頭しかないのでね。洋白ずつにアレンジを変えまして、分かりやすいロックにしております。まあ原曲もね、あとはチャンスウェイケード。夏メロの曲の番組で聞きながらます。僕は名前やけど、シルスターズの時は多分小学生低学年です。では、お次の写真を撮りください。ほらほら
りますね。ドリフターズです。加藤茶です。彼が志村けんで、私、足立中です。はい、冗談はやめましょう。ここでメンバー紹介させてください。まず、ぶっ飛び航空機長、後ろで太鼓叩いてくれてます。ダイヤの安です。よろしくお願いします。そして、副機長、筋大東です。ユニーク担当、ユニーク担当です。そして、足立中です。よろしくお願いします。ある時はロバート・プラント、ある時はジョン・ジェット、そしてある時はユミコ、その正体は荒井中ですみんなと言うのみんなと言うのです、よろしくお願いします。では次の曲いきたいと思います。振られたんじゃないのよ、今日はちょっと酔ってみたいだけなの。そうよ、ミステリーカクテル、それでいいわ、お願いね。
ちょっと柔らかかったらあまり腰によろしいながな、うん、それベッドのスプリング、あのあれやトヨタのほれ、あの昔流行ったあれやんか、今スプリンター、あのあれやカレー食べるやつや、カレー食べるやつ、それスプーン、あそうやなそうなんだ、はい、そういうわけでリンダのジャジャレコーナーでした。あの今日はね、金髪の方いらっしゃいますか、はい見える方には見えるんかな、じゃああなたのために歌うわ、金髪の娘、ね、we'll be right back.
もうあかんな、うん、最後皆さん最後までお付き合いいただきほんまにありがとうございました。最後はねみんなも一緒に楽しめる曲でございます。
と仕込んでいます。いいですか。